五代祐介、こういうのを知ってるか。古代ローマで満足できる、納得できる行動をした者にだけ与えられる仕草だ。お前もこれにふさわしい男になれ。お父さんが亡くなって確かに悲しいだろう。でもそんな時こそお母さんや妹の笑顔のために頑張れる男になれ。変身！いつでも誰かの笑顔のために頑張れるってすごく素敵なことだと思わないか。先生は、先生はそう思う。